クラミジアモンとは、グラム陰性細菌のモンである。競技では、脊椎動物を主な宿主とするクラミジア科などの病原性クラミジアをクラミジアと呼ぶが、講義では、パラクラミジア科など、アメーバなどの原生生物を主な宿主とする環境クラミジアを含めたクラミジアモン全体を指す。プランクトミケスモンなどに近煙で、同様にペプチドグリカンを欠損し、 FTSZ を持っていない。PVC 群に入ると見られている。現在知られているクラミジアは、人を含めた、脊椎動物から単細胞性のアメーバまで様々な、深核生物を宿主とする細胞内寄生生物で、ある。しかし、嫌気性環境下で、他の生物と何らかの共生関係は、持っているものの、細胞内に生存を限定されない、グループの存在が示唆されている。 ATP、ADP トランスロカーゼなどの各種相対体を持っており、宿主からエネルギーや栄養を取得して生育している。このため細胞外では全く増殖できず、環境中では感染性のある基本固定の形をとる。医学的に重要な細菌群であるが、人工培地で培養できないため培養は、培養細胞や鶏卵を使用する必要があり、研究が難しいグループである。 深刻生物が持つ嫌気性の代謝システムの一部はクラミジア起源であることが示唆されており、深刻生物の誕生にはよく知られるアルファプロテオバクテリアだけでなくクラミジアも関与していた可能性がある。ありがとうございます。